はい、どうも皆さんこんにちは。チャンネル隊長の隊長です。です。私たちは、前回引き続き豊橋市のノーホイパークからお送りしております。はい、というわけでね、何ですかこれ？なんか ここにモルカーがおる。モルカーおるねこれ。これはあのノーホイパークにノーホイパーク基金って言って寄付するともらえるやつです。500円以上寄付すると、あの缶バッジか缶マグネットを選んで好きなのもらえるらしいです。何個もらったんですか？4個。めっちゃ可愛い。500円ごとにあの1ついただけるらしくて4つもいただいてしまいました。 ありがとうございます。豊橋大好きみたいな人になっちゃうね。なっちゃうね。あのノーホイパーク来たらね、寄付するともらえますんで、はい、皆さんよかったらね、寄付してみてください。みんな動物ちゃんのために使われるとのことです。はい、だいたいここね、入場料が安すぎる。本当それ。安すぎて逆に文句言いたかったもんね。もっと取りなさいって思ったね。だって大人1人600円だよ。ありえんて。ありえんよね。しかもさ、前回の動画で紹介できたの多分ね、施設的には多分3分の1ぐらいだよ、ね、そうなの。全然紹介できたんかったんだからね。本当に1日いるわこれね。1日いる。本当に今日はね、ちょっとこの後ね、まだ行きたいところがあるので、はい、はい、ちょっと、ね、動物園エリアだけ見てあの帰っちゃうんですけど。というわけで、今からどこに行くんですか？今から渥美半島の方にね、向かいたいと思います。お、懐かしいですね、渥美半島、はい、前行きますね、インプで。そう、皆さん覚えてますか？インプで渥美半島行って風力発電のところで写真撮ったの覚えてますか？あの映えスポットね。そう、あそこにね、ちょっとスイスポでまた行きたいなと思って。そういえばそうだね、スイスポでそういう写真撮ってないね。撮ってないの。今日洗車してくるの忘れちゃったんだけどさ。だいぶ汚いね。だいぶ汚い。だいぶ汚いけど、ちょっと加工で綺麗にしとくわ。あ、まあもし途中なんか洗車し終わったらなんかね、軽く水浴びさせていいなって感じだね。はい、はい、というわけで向かいたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。行くぞ。めちゃめちゃ楽しかった、マジで。めっちゃのんほいしたわ。ね、また来よ。ね、ここまた来たいですね。そんじゃ、映え写真撮りに行きますか。行くぞ。行きましょう。はい、非常にのどかな場所を走ってますけども、はい、はい、我々は今からですね、田原になるのかな。豊橋か。ほら、ほら、今からですね、蔵王山に向かいます。蔵王山見た後は蔵王山ね、なんとね。蔵王山、はい、あのインプの時も行ったの覚えてる？蔵王山展望台よ。あのちょっとクネクネしたさ、いい感じのワインディングを走ってさ。いや全然覚えてない。本当に、うん、あ、皆さんこちらの映像です。楽しいな。楽しいな。ほら、あそこのさ、山の上にある。え、左手なんだわ。左手に山にあるんだ。それ右、左だ、間違えた、ごめん、間違えた、右手。すいません、右と左間違えちゃいました。右手。風力発電してないね。はい、まあ、こういうとこで、ほら、いや、ちょっと回ってるよ。ちょっと回ってる。みんな分かってくれたけど、私だけ分かってる。分かったよね。はい、何年ぶり？1年2年経つでしょ。経つな、多分。2年ぶりの蔵王さんということでね。ゾウさん、ゾウさん、あ、もう見えてんじゃん。え、あれじゃない？うん、あれ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 、うん、あれじゃないか、違うかな。今田原市に入りました。田原の皆さん、こんにちは。何これ、気配り目配り思いより心で運転、田原マン。最後雑すぎない？最後の字合わせが雑だな。タハラマンね、かなり雑。さい、タハラマン、心で運転まではなんかいい感じのさ、ね、安全標識だったのに、ね、最後のタハラマン。ちょっとこれはタハラマン、ちょっと納得いかないですね。納得いかないな、これ。タハラマン。てって感じじゃん。タハラマン、ちょっと納得できないな。もうちょっとなんかあったやろ。たまたまね、良さげな洗車場を見つけたんでね、せっかくね、これからこうブーブーの写真とかで、ね、映像撮るんで、ここで洗車してから行こうということで、はい、はい、ここすごくいいっすよ、ここ。前につけすぎて。もうだいぶ前つけたね、これ。ちょっと下げるね。
ここすごいよ、見てこれ足場台もねあるんよ。すごいね。え、これ FJ 選手次ここまで来たいかもしれん。しかもね、こう見て隣のやつめっちゃ広い、でかい、高いね。うわーすごい。じゃあとりあえずまあ水浴びしかできないけど、はい、水浴びしましょう、ね、はい。活動限界まで残り25秒。というわけでね、まあちょっと、まあ、水洗車のみになってしまったんですけどもね、はい、でちょっとタオルとかも車積んでないものでちょっとびしょびしょの状態なんですけど、まあとりあえずね、あのさ、今日はね天気がいいから、そうね、まあ走ってれば水飛ばせるでしょう。はい、飛ばします。飛ばしますか。二重の意味で二重の意味でなるほどね。いい洗車場でした。ねえ、ゴミもちゃんとね、車のゴミ捨てれるしね、吸い殻まで捨てれるし、喫煙所もあるし、トイレもついてるよ。一洗車200円、やばくない？まあ、水だけだけどね、うん、もう自分でシャンプー持ってこやね、バケツと。なかなかいいわ。水で2回で400円だとして、うん、ね、いやこれは田原のもう名所の一つと言っても過言ではないね。ね、ここは田原の観光地の一つだわ、うん。この田原の街を走っておりますけども、なし、どうですか、乗ってどれぐらい経つ、これ水槽どれぐらい経つ、あれこれ去年買ったことない、あ、去年か、去年じゃないもう全然記憶にないわ、いつ買ったか全然覚えてない。うん、だよね、車検証確認して、あるわあるわ、ね、令和4年ですわ、令和4年の4月だ、ちょうど1年じゃん。おお、ほぼほぼ1年、うん、だね、だそうだ。もう1年だって。どうですかこの1年、やっぱ清掃だな。あ、本当あのインプは恋しいと思いませんか。うーん、楽しかったけど不便、日常使いするにはだるい。まあちょっと日常使いするには覚悟がいる車だったな、あれは。うん、インプの足ばっかりやっちゃったけど、やっぱね水槽の方が良かったってことね。うーん、てかまあ別にマニュアルだったら何でもいいからな。なるほどな、ね、それだったらなんか盗難の心配もない、ね、うん、水槽の方がいいし、うん、一番乗るし、うん、しかもね、いいサイズ感で乗れるし、うん、あとなんかそのインプ水槽さ、うん、32から33にダイレクトに行かなかった理由がさ、うん、1個あって、うん、その可愛い車って言われたのがちょっと嫌だったからいやかっこいいって言われたいんだよなと思って、もうどう見たってかっこいい車に乗りたかったよ。なるほど、まあ確かに水槽見る人から見たら、ね、あ、黄色くて可愛いみたいなね、うん、だけど水槽乗って水槽に出戻りして分かった、うん、マニュアル触れるっていうだけで女の子はすごいって言ってくれるそういうこと、女友達にすごいって言われたかったの。女友達、ね、赤ちゃんすごいかっこいいって言われたいからマニュアル乗ってんだよ私は。女にちやほやされたいからか。そうだよ、女受け狙ってんだよそれを俺が言うとやべえけど、うん、女の子が言うと何も言えないな俺が言ったらやばいよだいぶ、うん、だやっぱね見た目からかっこいいよりもこんなにちょっと可愛いコロンとしたやつなのに、うん、なんかこんな速いのってこんな、うん、マニュアルでごちゃごちゃしてるかっこいいの方が、うん、なんかギャップ萌えって。この入り口、あ、思い出しました、この入り口記憶あるぞ、はい、あのさ、上に、うん、なんかさ、目的地付近です、なんか食べるとこあった、食べるとこというか展望台がある。
様でした。今ねずっとかっこよくちょっとあの編集しておきましたんで、あざます。はい、多分あの赤い方にかっこいい感じになってると思うんで、いい感じ、はい、覚えてる、覚えてる、目的地付近です。これ食べたかったらどんまいソフトクリームね、覚えてるわ、覚えてる、前来た時もここに止めた、そう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 、ここですよ。うわーめっちゃ景色いいやん今日、いいやん。はい、というわけで2年ぶりの蔵王さん展望台でございます。みんな大体お察しだと思うけど、あのかっこいい映像を撮るために私は山を駆け上がってます。今汗だくです。うわこれいいじゃん、これ食べたら寒いな、でもこれわーチョコバナナドッグうまそうだな、うわー気になる。でもやっぱソフトクリームやな、前回食べれなかったし、そう前回だコロナであれだやってなかったんだよ、そう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 、私これ食べたい、いいよ、じゃあそれ頼もうか、はい、じゃあはい、こちらがナッチャアフォガードソフトクリームでございます。はい、そしてこちらが田原どうまい牛乳のソフトクリーム、はい、じゃあぶっかけてください、うわっ、はい、すごいちゃんと思っちゃう、本当だね、うん、これ絶対うまいやつ、やば、めっちゃ抹茶の量多い、本当だね、海になっちゃった、おおすごいすごい、たまらん、抹茶ミルク、これはうまい。何ムーカポイント？132。うわ、はい、というわけでね、蔵王さん行ってまいりましたね、行ってまいりましたね、まだいるんやけどね、はい、まあ、綺麗ですね。これから先端に行くんだっけ？ちょっとさ、先端に行こうと思ったんだけどさ、うん、勇者、うん、ちょっと距離あるんだよ。そうだね。この後さ、うん、ちょっとご飯控えてんだけど。そうだね。結構ギリギリだね。控えします。控えしますか？せっかく車を洗ったのに。そうやな。車洗ってアイス食いに来ただけ。うん、まあいいやん。次はバイクで来りゃいいやん。ね、うん、ちょっとねバイクで一旦お趣味を取ったということで、うん、そうですね、今はちょっとね、まあ、上まで来た記念だけ、うん、そうね、あ代わりにさ、もうここでほら写真撮ればいいじゃん、これだけちょっと撮ってやります、うん、ね、はい、あいいじゃん、いいじゃん、はい、いやいいね、なんかやっぱ絵になりますね、はい車目線のツイート、え、やばくね、ちょっとあれ全部あれじゃん、ソーラーレイじゃん、あソーラーレイじゃねえわソーラーレイはガンダムだ、全部ソーラーレイ、ソーラーレイじゃない、ソーラーパネル、すごい、ね、やばいじゃん、ね、すごいね、まあ、この辺風もね、あるし光もよく入るし、ねえ、もね太陽光もすごいね、ねえすごいね、ねえ、ところでなんだあれは、あのあそこの島なんだろうね、え、なんだろうね、今気づいた、何の島だろう、パシフィック V、 コナンじゃねえんだから沈むやんじゃあ、はい、行きますか、はい、次に我々が、行くのはですね、はい、なんとお客さんから魚を買い取って営業してるお寿司屋さんに行きます、はい、面白そうでしょ、面白そうだね、ね、面白そうだね、じゃあ行きますか、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、じゃあご安全に、ご安全に、はい。